ックブラック、あーおかしいな、黒うさぎでいっか、ぎうさぎ、無本、こうして、でもここが羽だから、この人をつけた瞬間にふさぎになります。この耳どうしようか、トン、トントントン、もうおかしくなってきたよ、タラタラトン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 、トントン、あ残念なことに映りませんね。ちょっと嬉しい。ちょっと残念ながらちょっと映りませんね。皆さんの視界にはちょっと入りませんね。ちょっとお待ちをツイートするので、ね、ちょっと待ってくれ。ブラックウサギ、ブラックウサギって言ったらいい、なって言ったらいい、ブラックウサギ、難しいお耳、これ初めてつけたんだけど、ブラックラビット、ブラックラビットでいいか、そういうとこだぞ、どういうこ、どういうとこだよ、どういうとこを言ってんだよ、やさぐれうさぎとでもなんとでももう言ってくれ。もうなんとでも言ってくれ、なんとでも言いたまえ。あ、でもこれなんかクマよりこっちの方がなんか抵抗感ないかも。黒やけんかな。なんか抵抗感ない。そう、でもこれね、みなみにもらった、みなみゆりなにもらった。そう、あのメイドしかもらってないかと思ってたんですよ。そしたらね、なんかよくよくちゃんと見てみたらいっぱい入ってた。チャイナのね、違う色とか入っとった時、あ違う色着ればよかったなとか思ったり、思わなかったり。改めて画面の自分見たら何しおるんやろってなる、つらい。つらい、つらい。ああもう何とでもなれ。ライリーさんいっぱいありがとうございます。ともゆきさんかわいいギフト、中野さんかわいいギフト、イギータさん結婚してギフト無理よ、おいでます元気さん、はじめさん、やじまさん似合う、ひなたさん、ゆうちゃんかわいいギフト、 MJ さん結婚してギフト無理だよ、しばけんさんファイト、どうもわいわいさん、マーチンさん、あさかさん、かわいいギフト、すけさん、かわいいギフト、20世紀ともちゃん、ファイト、ありがとうございます。萌えゼリフとか言ううさぎじゃないです、黒なので、黒なので。黒なんでね、これが真っ白ピンクのうさぎとかならまああれやけど、黒いんでもうそういうのじゃないです。そういうウサギではありません。なんならメイクももうちょっと濃くしていいぐらいよね。こうなったら濃くしてやる。
外とやさぐれてなかった。そう、もうちょっとやさぐれた方がいい。ウサギさんは跳ねないんですかって。もう跳ねることをやめたウサギです。黒ウサギなんで。もう飛び跳ねることすらをやめました。飛び跳ねることがめんどくさいウサギなんです。よろしく。カニカマさん結婚してギフト無理だよ。スグルさん結婚してギフト無理だよ。さやまっちさん、かずさん、東京特許許可局局長さん、岩沢さん結婚して無理だよ。飲み水さん似合う。 TK さんめっちゃ可愛いタワーありがとう。めっちゃ可愛いタワーありがとう。 TK さん、あ、そう、こんな可愛く言っちゃいかん。 TK ありがとうこれぐらいの方がいいでしょ。 TK ありがとうね。バシモンさん、ヒロシさん、ありがとうございます。嘘泣きタイムしてないよ。してない、してない。今全然嘘泣きしてないよ。下はズボンですかって、ズボンですかって聞けばスカートだよって立ってくれると思ってるんでしょう。立たないよ。だってこれがどう考えてもズボンなわけないじゃん。というか寒い、普通にまあ大丈夫やけど。でもこれはまあ見せれるっちゃ見せれるんだよね。でもここまでしかないよ。ここまでしかない、ここまでしかないです。普通に映らないよ普通に映らないって。はしかもこの下が生足なわけないじゃん。寒いよ。半袖生足はさすがに耳見えてないね。確かに引けばいいんじゃない。そしたらギフトが読めない。パシモンさん、タンタンタヌキさん、ノータロウさん、ホソさん、タカありがとうございます。飛ばないウサギです。飛ぶウサギじゃありません。飛ぶことを忘れたウサギなんです。飛ぶことを忘れました。このウサギは飛びません。飛べない飛べません。これが限界です。飛べない〇〇はただの〇〇。別にいいよ。飛べないウサギはただのウサギでいいです。だって私は人間だもんだって人間だもん。マジスカさん、柴犬さん、タコ、タネさん、めあ、違う違う、タネめっちゃ可愛いたわ、ありがとうねなんかちょっと多少申し訳なくなるね、こういうこんなことしたら。あ、今言い方した、多少申し訳なくなる。タネありがとうね。
星投げカウントよろしくお願いしますね、皆さん。見とれないで見とれないで、ちゃんと星投げカウントしてくださいね。タケコプターじゃねえよ。スマイルさん結婚して無理だよ。マークさん結婚して無理だよ。岩沢さん無理だよ。安幸さん、さしゆきさん、ありがとうございます。サラ可愛いよ。サラって呼ばないでサラって呼ばないで。無理だぴょん。言ってないよそんなこと。みんなそういうの思いつくのほんと得意ですね。正月イベントのチャレンジギフト本日までです。持ってる方はよろしくお願いします。違う、チャレンジのとこからもらえるから無料でよろしくお願いします。ずっとこうやってしとこうか。こうやってしとこうかなもうこれで固まっとこうか。ゆかちゃん無理だよ。甲子園の予定高です。かっこいい、ありがとうございます。浅香さん無理だよ。ゆうちゃんめ、あ、ゆうちゃん、あ、ゆうちゃん、ゆうゆうゆうタワーありがとうね。さしなゆいさん、あけおめギフト、あ、こんな程度。さしなゆい、あけおめギフトありがとうね。やばいやばい、これ尻尾、ない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 よ、ないよないよ。じゃあもう48分なんでランキング読もうかな。マッチンさん、寿司なゆいさん、ありがとう。そうだね、何、そんな呼び捨てが嬉しいんですか。分かったよ、いいよ、時短にもなるし時短にもなるし。いきます。13位 MJ、 12位ギータス、11位スケ10位ヤジウマ、9位柴犬、8位マーク、7位朝霞、6位岩沢、5位サシナユイ、4位TK、 3位ライディーン、2タネ、1位ユーありがとうございました。全然うさぎ見えてませんね。ここまで下がったら、あ、ここまで下がったら見入るんか。ありがとうね、ありがとうございます。あ、そうだね、ありがとうねありがぴょん。おやだ、頭おかしくなってな、つらいつらい。では次は23時45分です。23時45分に来るよね23時45分にまたどうせ見に来るよね、来るよね。さよなら、さよならだぴょん。バイバイぴょんは無理やり。バイぴょん。